んと一緒に音楽とかそれからお話で遊びたいと思っています。自己紹介をします。私はジェシーと言います。私は見てくれてる人の中でいませんか？
私知ってる人で一人いるね。ゆいかちゃん。ゆいかちゃんに、あ、そうだ、みんなどうしてお誕生日の時にお祝いするか知っていますか？なんでと思います？かずさん、なんでやと思いますか？おめでたい日だから、生まれた日が。そう、そうやな。どう、おめでたいは意味はどういう意味でしょうか？一年無事で生きて、おめでとうみたいな感じしてます。なるほどね。だから、1歳になったら1年おめでとう。2歳になったら2歳のおめでとう。本当ですね。60歳になったらちゃんちゃんこ。ああ、60歳になったらゼロになるからね。そう。来年？え？お誕生日は、だからそうやって生まれてきてくれてありがとうって、それから元気で1年大きくなってくれてよかったねっていうお祝いの気持ちでお誕生日をします。で、みんな、プレゼントなくても心でおめでとうって、元気に大きくなったんだねって、また今から1年幸せで暮らしてくださいっていう気持ちでお誕生日おめでとうって言いたいと思います。じゃあお誕生日の歌を、いや他にも9月のお誕生日の人きっといるでしょ、いっぱい。でも名前がわからないから、今日はゆいかちゃんで歌いましょう。みんなも歌ってください。いきましょう。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear ゆいかちゃん、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。私の好きな歌です。Believe という曲聴いてください。例えば君が傷ついてくじけそうになった時は、世界中の君。
じゃあ次はみんなチャチャチャってできますか。せーの、いいね、せーの、よし、じゃあ曲でいこう。ジャムブロック。ほう、カッコカッコ。で、これは。ああ。これは。チンチンチン。チンチンチン。チベットベルチャチャチャ。チベットベルチャチャチャ。それから。これはパフパフ。パフって言ってますね。パフパフチャチャチャ。パフパフチャチャチャ。で、これは。カウベルチャチャチャ。あれ？それはニワトリさんのお尻。ニワトリ。これ、ニワトリは刺さってるんです。刺そう。ニワトリは太郎ちゃちゃちゃです。太郎です。太郎ちゃちゃちゃ言うてたね。言いますね。はい、ちゃんと言いますね。言える、はい、これ。はい。これね。火の用心。火の用心ちゃちゃちゃ。クラベスちゃちゃです。クラベス。クラベス。火の用心ですかそれは。火の用心はもうちょっとでかいですね。あ、違う。パチンってやるんですけど。ああ、そうか。これはちゃんとした楽器。西洋の方ですか。西洋の。はい、どこの。これはどこやろうな。うん、でも全国にあるんか、一応キューバとかにもありますし、ね、あ、そうですか。ちょっと形違いますけど、割といろんな国にあります。あ、そうですか、はい、これはクラシックとかで使われるちょっとだけいいやつ。もう一回聞こうよ。クラシックの時いつ出るんだろう。よーとかでも使われますよね。お腹いな。いや、そうクラシックのやつですね、一応、うん。で、これはカシシってやつ。カシシ、じゃんじゃんじゃん、かわいい。アンダ、アンダの、アンダ、あ、そうそう、編んでるやつ、ね、そうそうそう。
おばあちゃんこんなタコ使ってますよね。みかんとか入れてね。そうそう、こんなやつね。中に何か入ってるんだね。豆みたいなの入ってます、ね。ああ、そうですか、うん。これはブラジルとかに。ブラジルとか。中南米の楽器ですね。涼しい感じ。パプリカとかから来たかな。ああ、そうなんや。今日はこれはカスタネット、ちゃちゃちゃですね。知ってるのと違うな。ちょっとね。色が違うな。なんかオレとかいいような感じのやつ。こうして叩くものなの？そうです。ほう。こうじゃなくてこっちで叩く。カンカンカンじゃないんだ。これちょっといいやつ。ああ、そう。自慢してきたな。自慢しよう。バルタン選手。バルタン選手知らんな。お膝でやるんですね。お膝でやります。はい、そんなもん。そんなもんですね。ウィンドチャイムとかもありますし、それちゃちゃちゃできなかったな。ちゃちゃちゃできるから一応できんことです。ああ、走ってきた持ち方でね。そうそうそう、面白かった ね。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。みんなこの頃さ、あのトンボさんがいっぱいいるのに知ってる？ある日突然トンボだらけになって楽しいです。トンボの歌歌いましょう。ではここからはのりちゃんのお話のコーナーを始めたいと思います。よろしくお願いします。いつもはね、のりちゃん絵本を読んでいますが、今日はのりちゃんが考えたお話をしてみたいと思います。その前に皆さん絵本は好きですか？みんなね、この質問をするとみんなはいって言ってくれるのがいつもね、のりちゃん嬉しいなと思うことです。絵本はね、いいところはそうですね、世界中いろんなところに遊びに行けたり、それから自分が体験できないようないろんなことを体験することができたり、または、昔話だとずっと昔、まだ私たちが生まれるずっと前の世界に行けたり、
それからもっともっと今から先の未来にも遊びに行けたり、あとはお化けに会えたり怪獣に会えたり地獄に行けたり、いろんな楽しいことがいっぱいあるのが絵本の魅力だと思います。またね、いろいろ本を探して楽しんでみるのもいいと思います。今日はね、のりちゃんお話をするんですが、皆さんは繰り返す言葉って知ってますか？例えばにゃーにゃーとかワンワンとかもそうですね。あとは雨がザーザー降ってくるとか、雪がしんしん降るとかっていうのもありますよね。そういう繰り返し言葉っていうのはとってもね、文章を書くときに役立ちますよね。どんなイメージかなっていうのを想像できたりするのも楽しいし、だからね、例えばみんながこれから宿題で作文とか読書感想文とかいっぱいあると思うんですけど、そういう時にね、こういう言葉をちょっと取り入れると、ずっとね、楽しい文章になるので、そういうこともね、考えてみたらいいかなとも思います。さて、ではのりちゃんお話を始めますが、その繰り返しの言葉がどんな言葉が出てくるかなとか、どれぐらい出てくるかなとか、いろいろそういうのも考えながらね、今日は、聞いてもらいたいなと思います。それからあとはどんな世界かなって頭の中でね、絵もないけど自分の頭の中で想像しながらお話を聞いてもらえると嬉しいかなと思います。それではね、太郎くんの一日っていうお話を始めます。太郎くんは小学校3年生です。朝起きるのがね、ちょっと苦手です。外からリンリン、すいません、外じゃなかったね、お家の中からリンリンと目覚まし時計の音が聞こえてきましたよ。それでもまだ起きられませんね。今度は外からミンミンとセミの声が聞こえます。それでも起きれませんね。太郎、朝よ、起きて。太郎くん、やっと目を覚ましました。おはよう。太郎くんはバシャバシャ顔を洗いました、パンをもぐもぐ食べています。牛乳をごくごく飲みました。あ、今日はいい天気ね。太郎、今日はプールに行こうか。やった。太郎くんとお母さんはプールに到着しました。太陽がギラギラしています。汗がだらだら出てきましたね。さあ、いっぱい泳ぐぞ。太郎くんは水をバシャバシャかきました。スイスイ泳いでいきますよ。水に映った太陽がキラキラ輝いていました。あー、いっぱい泳いだな。太郎くんはたくさん泳いでお家に帰りました。お昼ご飯を食べたらそろそろ眠たくなりましたよ。太郎くんはお昼寝をしました。すやすや眠っていますね。外からはそよそよ風が吹いていますよ。お昼寝が終わった太郎くんは元気いっぱいです。お母さんがかき氷を作ってくれました。ガリガリ。お母さんがおいしいいちごのシロップをとろとろかけてくれましたよ。いただきます。太郎くんは慌ててかき氷を食べたので頭がキンキンしました。あー、おいしかった。太郎、じゃあ今日は晩ご飯にカレーを作ろうか。やった。太郎くんとお母さんはカレーを作り始めましたよ。トントン、人参を切ります。トントン、じゃがいもを切りました。シャリシャリ、玉ねぎを刻みます。お肉とお野菜をじゃあじゃあ炒めました。そしてお鍋でグツグツ煮込みます。今度はルーを入れてとろとろ煮込んで、美味しいカレーの出来上がりです。お父さ
んがお仕事から帰ってきましたよ。おかえり。ただいま。もうくたくただよ。さあみんなでカレーをいただきます。お水をごくごく飲みました。カレーをもぐもぐ食べました。あー美味しかった。ごちそうさま。ご飯の後はお父さんとお風呂に入ります。体をゴシゴシ洗って湯船にプカプカ浸かりましたよ。あー気持ちいいな。今日は楽しい一日だったな。お風呂から上がった太郎くん、歯をキュッキュッと磨きました。外には星がピカピカ光っていますよ。あー今日も楽しい一日だったな。おやすみなさい。太郎くんはクークー眠りました。太郎くんの一日のお話おしまいです。さあ今一日のお話終わりましたが、みんな想像できたかな。それから最初に言った繰り返しの言葉、どれぐらいどんな言葉があったかみんな分かりましたか。どうだろう、同じ言葉も何回か出てきたんですが、どうでしょう皆さん、10回ぐらいは繰り返しの言葉あったよって思う友達どれぐらいいますか。いやいや20回は僕私分かったよっていう友達どうだろうね。じゃあね、いや30回はあったんじゃないかなっていう人、さあどうでしょうか。それでは正解を発表してみたいと思います。じゃーん、繰り返しの言葉これだけありましたよ。みんな分かりました。最初から見ていて、リンリンとかミンミンとか、バシャバシャ、もぐもぐ、ごくごく、ギラギラ、ダラダラ、バシャバシャ、スイスイ、キラキラ、ソロソロ、スヤスヤ、ソヨソヨ、ガリガリ、トロトロ、キンキン、トントン、トントン、シャリシャリ、ジャージャー、グーグー、トロトロ、クタクタ、ごくごく、もぐもぐ、ゴシゴシ、プカプカ、キュッキュッ、ピカピカ、クークー。正解は30回も出てきましたよ。みんな全部わかったかな。みんなでトンボになりましょう。トンボのメガネは水色メガネ、青い空を飛んだから、飛んだから、トンボのメガネは光る。
よその国。みんな今日は楽しかったわ。海も行ったし、トンボにも慣れたし、楽しかった人、はーい、よかったわ。なんかいろんなも出てきたし。じゃあ最後は虹、みんな知ってたら歌ってください。庭のシャベルが一日濡れて、雨が上がってくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げてみれば、みんなと一緒にお誕生日の歌を歌ったりしたいな。